こんにちは、島直香です。今日もよろしくお願いします。今日はね、産直市場で見つけたんですよ。見てください、このねじ曲がったストレッチヤ。こんなストレッチヤ見たことないですよね。でもね、見たことないとはいいんだけど、頭めちゃくちゃ重いんですよね。はい、このまた曲がりくねった、そしてこれも見てください、こんな曲がったストレッチヤね。でもこういうのに魅力感じちゃうんですよね。はい、これも斜めに曲がってます。難しいですよね、頭重いし、いけるのこれ、厳しいですよ。はい、くる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 回っちゃいます。だもんでちょっと一計を案じまして、はい、ここでサラシキウイのつる登場です。あのサラシキウイのこう花止めにこう利用しちゃおうかなと思って用意しました。最初の1本はね、刺し口がちっちゃいからどうにか立つんですよ。2本目と3本目、なかなか難しいですよね、これ立てるの。っていうか、思った通りの位置に持っていくのが難しいんですよね。はい、キウイのつるがキュンキュンと入りました。まだ入れますね、結構しっかり入れますよ。このサラシキウイのつるも何年か前に使ってずっと家財倉庫に置いてたんですよ。それ今日引っ張り出してきました。ねえ、いっぱいあって楽しいんですけど、思ったような形がなかなかねないんで、ない時はこう外したりね、絡まってるの今外してますけど、外して自分の思ってるようなとこにこう持っていくしかないですよね。はい、サクサク入れていきます。結構いろんなこう曲線のカーブのね。さあ、ここにストレッチャーのこの頭の重いのをどう入れるかね。向きも通常じゃない向きですもんね。はいはい、キウイのつるの中を通してどこか良さげなこうピタッと止まるようなところを探しましたね。これ頭逆さになってますよね。はい、どうにか一つ入れました。でまたキウイのつるでこう上手にこう固定するようにね、回していってます。さあ、そして3本目、これ多分路地物のストレッチャーなんでしょうね。音質じゃないですよね、こういう曲がり方するんだもの。でも味があって面白いですよね。決まるとこうパチッと面白くなるような花材ですね。さて、どうにかポジション取りが決まったみたいです。はい、うんうんってうなずいてます。そしてこのストレッチャーの足元、まあキウイの足元ね、これをどうするかというと、じゃーん、出てまいりました、ダリアです。真っ赤のすごいダリアがあったんです。綺麗ですよね。2本で350円、でもその代わりちょっと向きが悪かったりするんで気をつけて入れます。9、ほーら、1個入れただけでね、足元のガチャガチャ完璧に隠れました。嬉しいですね、ありがたいですね、こういう花材。はい、2本目ダリアまた入れていきますよ。お顔の場所を確認して向きなんか気をつけながら入れます。これも産直市場で見つけたダリアなんで、まあ安い代わりにこう顔の向きがねちょっと歪んでたり、鼻のつきがちょっとおかしかったりするんですけど、まあそういうのは気にしません。だって2本で350円ですから。はい、赤いのが決まったけど、ちょっと息苦しいかなと思ったんで、これ家にあったダリアなんですけど、シュッとちょっと入れちゃいます。はい、前に入れます。私腕が短いんで前に入れるのなかなか辛いんですよ。はい、はいはいはい。さあ、これは白っぽいダリア、あら、うまく入りませんね。思った通りにはいきません。お花の声を聞いてやらないとね。
さ、これでうまくいったんだけど、キウイの線が全然見えないでしょ。はい、ここでストレッチの葉っぱ参上。これでほら、白い線がこれでパチッと見えるようになったね。ありがたいですよ、こういう時にね。このストレッチの葉っぱで面的なね要素も出るし、これで白いさらしキウイの線もうまく出ると。はい、ほぼ完成ですね。はいね、はい、できました。完成です。今日も楽しかったです。綺麗なお花入れるのっていいですね。豪華なダリアです。楽しいです。そしてひね曲がったストレッチャーもなかなか愉快でした。今日も楽しく生けれました。皆さんも私の作品楽しんでいただけたでしょうか。はい、今日はこれでおしまいです。ありがとうございました。